12日から始まった今年の西条祭り、すでに市内は祭り一色です。今日未明にはおよそ80台のだんじりなどが集まる磯野神社で宮出しが行われ、勇壮な差し上げを披露しました。日付も変わったばかりの午前1時半、神社に続く参道にだんじりが灯す提灯の明かりが連なります。西条祭り磯野神社の祭礼は今日未明に開幕。この日を待ちわびた書き手たちの威勢のいい掛け声とともに、およそ80台のだんじりとみこしが参道を通って境内に向かいます。提灯に照らされただんじりの側面には時代絵巻の彫刻が幻想的に浮かび上がり、祭りムードを盛り上げます。本殿前に差し掛かると書き手たちは息を合わせ、800キロの巨体を頭上高く差し上げ、見物客からは盛んな拍手が送られていました。夜提灯つけてやるところは綺麗なんでいいですね。24時間2日間思いっきり1年の疲れを取ります。西条祭り最高。磯野神社の祭礼は明日の夕方、鴨川で川入り渡御が行われ、クライマックスを迎えます。